ビルマのパーリ語社本仏典とは仏教天籍の略称で仏教の聖典の総称である。立像、共像、論像という分類形態から三像とも呼ばれる。言語的にはパーリ語、サンスクリット語などのインドのものをはじめとして、漢語、チベット語、モンゴル語、満州語のものがあり、聖歌語のものも一部現存する。漢語やパーリン語から日本語に訳したものもこれに準じる。 大きく原始仏典と大乗仏典に分かれる。原始仏典にはパーリゴブ及び漢役のアゴン典群があり、その一部は釈尊の言葉を比較的忠実に伝えていると言われる。ブーディベイクナは仏陀の言葉という意味である。大乗仏教の代表的な仏典としては、般若行、ユ間行、涅槃行、華厳行、北ッ三部行、浄土三部行、 本郷いた企業などが挙げられる。大乗仏典は、西暦紀元前後以降、大乗仏教教団によって、サンスクリット語で編纂された。歴史上の釈尊の説ではないとする大乗非仏説も、あるが、そのため抽象化された、非人間的存在としての仏陀の説すなわち仏説で、あるとしている。般若経天群、北家行、下言行その他がこれに含まれる。また、 大乗仏教では、教、律、論及び、その注釈書などは、大蔵教もしくは、一切教と呼ばれる草書にまとめられた。この作業は、中国では、皇帝名で行われることが多く、編入される書物の基準が厳格で、入倉録と呼ばれる、収録対象とすべき仏典のリストと、セットにされ、基準外のものは、蔵外と称された。昭和年に、 日本で編纂された大正新修大蔵教は、より広範囲に中国、日本戦術の転籍も含めている。仏典は、律、教、論に三分類され、ひとまとめにされたものが、それぞれ律造、経造、論造と総称される。この三種を総称して、三蔵と呼ぶ。漢字文化圏では、大乗仏教経典や、儀教の追加、段階的な伝播、 翻訳過程によって、元々の三蔵の枠組みが壊れてしまった。後に、一切教、大蔵教として、仏天群を、総集、再編し直したので、もっぱらこれが、仏天の総称として用いられる。仏教の聖典は、釈迦時代は釈迦が文書化を許さなかったため、暗記によって保持されたと伝えられる。この時代のインドでは、文字はすでに普及していたが、その使用は、 商用や放棄の交付などに限られ、世俗の要件に用いるものではなかった。ことに書くことで自分を離れるから、聖典に対する経験さを失うと考えられて、文字に記すのではなく、体で覚えたわけである。仏典が組織的に編まれたのは、釈迦の入滅ごまもない時期である。釈迦の入滅時に一人のビッグが、 孟子からとやかく言われることもなくなったと方言したことがきっかけで、これを聞いたまか歌唱が、釈迦の教説を正しく記録することの大切さを仲間のビクたちに訴え、聖典を編纂した。この編纂会議を結集と呼ぶ。しかし、ここでは現在我々が目にする仏典の成立ではなく、書くとも言うべきものが作られた。この編纂会議は、第一結集と呼ばれている。 インドの仏教史を見ると、釈迦を出発点とする原始仏教時代、部派仏教時代、大乗仏教時代の三つの時代を通して、聖典は作成され続けており、さらに、インドから仏教が伝播していく過程で、その都来先の中国などで作られた聖典もある。従って、仏典を研究する場合には、出自調査は難しい場合が多い。ことに、経典は一般に、 釈迦の説法の記録の形式をとり、著作者名が記されることはない。具体的に言うと、釈迦の死後数百年を経過して書かれたことが明らかな仏典であっても、釈迦の教説を正しく継承しているという立場を標榜し、このように私は聞いているという出出だしで始められており、仏典自身には、いつ、どこで著述されたかは明記されていない。 出自が不明な仏典の一例としては、浄土三部行の仏説館無料、樹形がある。これは未だにインドで作成されたものか、中央、アジアあるいは中国で成立したものか諸説あり、決着していない。本文原点やチベット語訳が見当たらず、関訳とウイグル文の断階が存在するのみのため、その出自が判明していない。これは、ほんの一例に過ぎないが、 慣れ親しんだ経典でも羊が不明なものも少なくない。各仏典は仏教の伝播先で書写され、現代では芸術品や文化財として重視されるものもある。また、信仰や研究の対象となっている。ただし、釈迦の教えとして固くされて後世に作られた仏典も多く、その内容は相互に矛盾がある。古代インドにあった女性差別を反映した。 編成男子、五章、三十といった思想、文言に対しては、現代において批判もある。各国語に翻訳される、以前の原点と呼ぶべき聖典は、インドの言語による聖典が中心になる。釈迦の用いた言語は、古代マガダ語と推定されるので、最初期の仏典もこの言語を使用したと考えられる。現在残る聖典で、最も古いのは、 パーリ語の聖典であると言われている。パーリ仏典は、共像が、漢訳大蔵教のアゴン部と共通していて、根元分裂以前の最も古い文献を保持していることがわかっている。漢訳仏典のサンスクリット原点が残っていないものが多く、また存在しても漢訳より年代を遡るものは少ない。その理由としては、が考えられる。いずれにしても、 ボンボンは中国では用いられなかった。釈迦の入滅後、教えをまさしく伝えるために、弟子たちは、聖典編集の集会を開き、仏典整理を開始した。ところが、仏滅後百0 0から200年頃には、教団は多くの部派に分裂し、それぞれの部派が各自の三蔵を伝授するようになった。それらは、インドの各地の言語によっていたと思われる。 完全な形で現存するのは、スリランカに伝えられた、神ザブ系のパーリングオブ店のみで、現在、スリランカ、タイ、ミャンマーなど、東南アジアの仏教国で広く用いられている。その内容は次の通りである。立像、教分別、旅、付録、教像、おさべ、中部、総部、増資部、米の五部、全四部は漢訳、阿ゴン業に相当する。 論像報酬論、文物論、社会論、人施設論、論事総論、初おもき論の七部。これらは、紀元前二世紀、紀元前一世紀頃までに徐々に形成されたもので、紀元前一世紀頃にスリランカに伝えられたと言われ、以後、多くの蔵外の注釈書、公用書、司書等が作られた。1881年ロンドンに、 パーリ聖典協会が設立されて、原典の皇帝出版等がなされ、日本では若干の蔵外文献も含めて、南伝大蔵協65巻に管約されている。注意が必要なのは、パーリ仏典が必ずしも古い形を残しているとは限らない点である。管約のアゴン行には、神座部に伝わったより古い形態のものがあったり、明らかに、 サンスクリット語からの簡訳と考えられるものがある。その意味で、パーリ仏典が原書の形態を伝えていると考えることは、間違いではないが正確な表現ではない。中国における仏典の簡訳事業は2世紀後半から始まり、11世紀末まで、ほぼ簡単なく継続された。漢訳事業の進行に伴い、薬教の収集や分類、仏典の真偽の判別が必要となり、 4世紀末には、尺道案によって、最初の協力である、総理主教目録が、6世紀初めには、総優によって、鉄三蔵奇襲が作成された。これらの主教内市三蔵を、北朝の北にで、一彩教と呼び、南朝の梁で、大蔵教と呼んだといい、つい、当初に及んで両者の名称が確立し、社教の書式も一行十七時前後と定着した。つい、 当時代にも、道信部の大東内天禄等の多くの協力が編纂されたが、後代に影響を与えたのは730年に、完成した佐都市商船、改元者協力20巻である。ここでは、南北朝以来の仏典分類法を踏襲して、大乗の三蔵と小乗の三蔵及び、聖賢修殿とに三対別し、そのうち、大乗仏典を、般若、宝釈、大樹、 結言、涅槃の後大部とした上で、当時実在しており、大蔵経に編入すべき仏典の総数を1076部5048巻と決定した。ここに収載された5048巻の協立論は、北宋以降の印刷大蔵経の基準となった。大蔵経テキストの形態は、初期は巻物状の写本であったが、北宋の開放像以降は、木版印刷の範囲。 漢本の形となった。近年では、電子データ化された大蔵橋も利用できるようになっている。収録される物典は、山蔵に収まる漢訳文献と、中国側の注釈書、独立作品、層の電気、目録などの著作群からなる。中国北総版経済書の大蔵橋漢本は、北総の大祖大祖の知性971年から977年に、 かけて、職で、半儀が掘られ、983年に、都の開封に建てられた、陰居院で印刷された。これは古くは、職番大蔵教と呼ばれていたが、現在では開判の年号をとって、開放像、あるいは、大祖の象直に基づいて開判されたため、直販と呼ぶのが、一般的である。開元借協録によって編纂される。当時の、食王あざぼの企画の文字により、 毎行14時の巻古本形式であった。これは、総長の苦毒事業で、聖火、高来、日本などの近隣諸国に贈与された。983年に日宋した、東大寺僧の長年は、新鮮の大造教481巻5048巻と、新薬経典40巻などを貸しされ、日本に持ち帰ったが、藤原の道長が混流した、寺に入したために、 寺と共に消失してしてまったただ、新しく将来された大蔵京ということで盛んに所詞されたため、その転写本が各地にいくらか残っている。解放像の原本は世界で12巻が確認されており、日本では京都南禅寺及び東京大東区立書道博物館に1巻ずつ計2巻が所蔵されている。金の時代には、 1147年から1173年にかけての時期に金版が作られる。こちらも毎行14時。長らく幻の大造鏡であったが、1933年に三世省の頂上圏にある広勝寺で発見される。そのため別名、頂上像とも呼ばれている。1984年より、この造鏡を定本にして中華大造鏡が発刊される。 また、元の時代に数字にわたって、報告が行われている。キッタン版系、キッタンの990年から1010 10年頃に、開版された大増強、大蔵経。キッタンが更新から活上された M16 州の地方で、この地にあった図以来の坊さんの、設計のテキストも参考にして、国家事業として行われた、印刷事業であった。この大も金版と同様に幻の、 大増強であったが、1982年に、山西省の王県にある古札、仏宮寺の木刀に安置された仏像内から12巻の喫端板が発見され、防災雲拠寺の設計との関係などが確認され、毎行17時の標準形式であったことが実証された。南宋万系南宋から秋代にかけても、各地で市販の大増強の作成が続いた。 それは、復讐等学全員で11世紀末に開始された、等学全員版に始まる。これは、北総版系や喫炭版系の国家事業としての、開版とは異なり、信者の寄進による市販の事業であった。以後、同じく、復讐、改元寺版や古衆の、思う系版、蘇州で開版された、石舎版、公衆の、船版といった造強の印刷が続いた。この系統も、 標準形式である毎行17時である。民末になると、それまでの巻物ではない新しい形式の袋とジボンの万歴版大蔵経が出版された。新潮の大蔵経である竜像や皇術の日本の鉄岩版万字あざ像は、この系統に属する。朝鮮半島後来では、1010 10年に開放像の復刻版を出し、その版木が、 元軍による陛下で消失すると、1236年には、駒最長本を完成させた。この時、編参の責任者であり、高来国新朝大増強構成別録を戦した、守るそれが、吉丹番によって、初長本の誤りを改めている。今も平時に反義を収蔵する、最長本の、高来大倉行は、当時古長が少なく古い姿を留める最良の、 テキストとされていたため、明治、大正時期の祝殺造況や、後日の大正新修大造況では、北宗版系と吉丹版系との競合を、他本にまさるゆえんであるとして、低本に採用された。しかし守るそれが競合したのは、開放像、高来発彫本、吉丹版の三者のみであり、開放像と高来発彫本とは、原本と復刻版の関係にあり、基本的に、 同一系統のテキストである。つまり、北宋版系と喫端版系との間で、競合したのみに過ぎない。後にテキストクリティークが進むにつれ、古い姿を留める最良のテキストという評価が、最初に印刷された大増強であるということによる思い込みであったということがと言われるようになってきた。実際、北京を中心とした、河北省、 三西省の地域のテキストである某山、設計、吉丹版や、あるいは丹大から、東大の都庁案の一切行者本の系統を引く、南宋版、おも経営し、副像や原版、船倉等の大造橋の方がより良いテキストである。場合が多く、それに対して、開放像、高来版系統のテキストは、職の地域に留付していた、写本系列の一彩橋の姿を留めているに、 すぎないという説が出されている。しかし、仏教の中心であった、長安の方が、社教の度に改変され、テキストとして、宣伝の道を加えていったため、逆に地方版である、食地のテキストの方が原型を止めているという説もある。例えば、熊ら獣約マカハンニャハラミツ行の冒頭、解放像で、ニョゼガモン一ジ仏獣、が、おもうけじ、福像、船蔵やヤの、 計算像では、ニョジェガモン一字ワートギバー10になっている例に見られるように、新しい時代層の簡約経典のスタイルに合わせて改変されている場合もある。日本日本では、日本初期で、白地2年の記述に、一切経が初めて現れるが事実とは考えられていない。その後も、一冊経はしばしば現れ、仏典の収集、社経、読書を示す。 竹内領によれば、日本では一彩鏡の名前は知られてはいたものの、一切経を構成する鏡六である入倉ク六の将来は奈良時代の現暴によるものが初めてと推定され、光明皇后がこれに基づいて一彩鏡の社経を行おうとしたところ、一切経を構成する全ての物典が日本国内に備わっていないことが判明したため、蔵外である別成形や儀鏡、 少々ぬたぐいまでを書写して、これに変えたと伝えられていることから、日本では、一切教という言葉が手に入る限り一切の、経典という意味に読み替えられていたのではないかと、推測している。特に、天平七年元坊が将来した五千余巻は、当時の近帝大造経と推定される。定本とされ、大規模な社経が行われた。かん二年に長年は大造教を輸入し、 確実な大増教の将来として最も古い記録となる。長年史後に藤原の道長に渡り北上寺教堂に収められたが火災で消失したとみられる。平安時代末から鎌倉時代にかけては英才、長元、吉政その他の日創造の努力で総半一切教が輸入された。室町時代には室町幕府や九州短大、大内氏の名義で、 朝鮮に大蔵教を求め、日本に送られた、大蔵教は寺院に寄進されたされた、大蔵教は、高麗版に限らず、相反、原版が送られた例がある。また、寺院の要請を受けて、名義を貸す形で大蔵教を求める使者を出した例も、ある。今日から見れば、皇帝不備が王子との批判はあるが、世界における、仏教界や仏教研究に寄与しているのは、高くす順次郎。 渡辺海局監修の大正新修大蔵平百巻である。高麗平院寺本を定本として、諸本と競合、1924年から1934年に至る歳月を費やし、肖像、俗蔵、昭和法だから目録、図像部を収める。なお、大正新修大蔵経には、定本、高麗大蔵経テキストに対する上記、思うけし、副造、 船倉、計算像等のテキストとの移動の工程情報が載せられている。この工程は、第二本工程縮殺大増強の総本、元本、妙本との交換を引き継ぎ、それに、宮内庁所領部像総本や、小五像などのテキストとの交換を付加したものである。三本との工程に関しては、原点に当たっていないと思われるケースもあり、交換情報にも、本文同様に、 語病、語色が存在する場合もあるので、利用の際には、この点も考慮する必要がある。大正新州大蔵へまでの主要な寛訳、大蔵教系列寛薬拠点の日本語訳も行われ、国役大蔵へ、国薬一切行、昭和新州国薬大蔵教などがある。また、近年東京大学の大正新州大蔵へ、 テキストデータベースや台北の中華電子物展協会といったプロジェクトが対象新州オーグラフェの電子テキスト化を推進していて一定の制約内でその使用が開放されている。チベットにおける個別の物典翻訳は7世紀孫千安法の命令でチベット語訳はトンミ三ータによって始められたが8世紀末 仏教が国教となるのに伴い、仏典翻訳は王国の国家事業となり、隣国インドより網羅的、体系的に仏典を収集し、翻訳する作業が開始され、数十年の短期間で一挙に完遂された。サンスクリット語の原典を正確に翻訳するためのチベット語文法と語彙の整備が行われ、シャイエシェでカワイコールペルチェク、チョクロルイフェンツエンラが作業に従事、十字 824年、一応の完成を見た。チベット仏教における仏典の分類は、他の仏教圏とも共通する、教、律、論の三部分類よりも、仏説部、論書部の二分類が重視される。カンギュルとは、釈尊の言葉そのものである、カーを、チベット語に、ギュルしたもの、テンギュルとは、リュージュラインドの仏教学者たちが、カーに対して施した注釈である、テンを、 チベット語に、ギュルしたもの、の意味である。チベットでは、仏典は、信仰心を表すものとして、長らく写本でルフしていたが、中国の明朝の英楽カドは中国に使者を派遣するチベット諸行や教団への土産として、1410年木版による、大造教を開版。この習慣がチベットにも取り入れられ、以後、何種類かが開版されることになった。また、中国では、 1990年代より、洋素本の形式で刊行される、中華大増教事業の一部として、過去の書写本、諸藩の多くを競合した天牛ルの編纂が進められている。以上の諸藩に収録されている、経典群大増教には、大乗の教論、ことに、原点も簡約も現存しない、インド後期仏教の文献が多く含まれており、インド後期仏教の研究にも重要な意味を持っている。 チベット語訳がサンスクリットの地区語訳に近く原型に還元しやすいので原点のない漢訳仏典の原型を探るためにも重要視されている。チベットの四大宗派の一つ任マ派ではある時期に埋蔵された経典が時を経てかるべき定めを帯びたテルトンによって発見されたとする教論を多数有し同派の特徴となっている。テルマの出現は 中世以来、現代に至るまで継続しており、犬居里志学者から発掘者による創作だとみなされることがある。この葉は、蒸気の諸藩と異なるコタントラ修正を有している。ありがとうございます。